こんにちは、リーゲームチャンネルのリーです。今回は今更なんですけども、パワーヒー使ってみた第1弾ということで、山田哲人選手でリアタイでやってみたいと思います。皆さん実際パワーヒー強化されて何か変わったとかありますか？私はパワーヒーオーダーに入れてなかったんですけれども、今回の結果次第でパワーヒーもオーダー考えてみたいと思います。2021年の私立の山田哲人選手から最新の山田選手に継承させました。実際このベスト9の哲人選手も結構強かったんですけどね。実際決勝元から比較してみると、ミパーマイナス4、走力マイナス3とステータスは劣ってるんですけれども、決勝の決め手は守備能力でした。こちら守備能力の比較です。 A が前回のベスト9、下が今回の最新です。守備適性がプラス2でそんなに変わってないんですけれども、裏捨てが大幅アップしてます。捕球プラス10、スローイングがプラス25と大幅アップしています。第3特殊能力も発動条件がかなり厳しい連発から存在感に変わったことはかなりプラスかなと思います。ということで、この最新テスト選手でリアタイやっていきます。1試合目は先行でした。1番周平選手、2番山田哲人選手でオーダー組んでいます。ランク戦結構久しぶりなので打てるかな。よし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 、超高速は少しやってたのでいい感じでボールは見えてるような気がします。これ本日の主役の山田哲人選手、パワー89まで上がりました。あと甘いストレートが来てびっくりして、カーソルちょっと上に当ててしまいました。今のはパワーヒーの山田哲人選手の検証にならないので、次の打席まで行きたいと思います。さっきの試合は哲人選手まで回らなかったので、次の試合です。この試合高校なので攻撃までスキップします。はい、ゼロで抑えて攻撃です。この試合エスコンフィールドなんですけども、エスコン狭いせいかホームラン出やすいですよね。やばい、大瀬良選手のスライダーの変化量間違えちゃった。この流れを断ち切ってくれ哲人選手、パワーまた89です。今田選手のフォームかっこいいんですけれども、なんといってもフォロースルーがいいですよね。あー、これでもスライダー合ってないか。なんかあまりパワー検証みたいな動画にならなそう。とりあえずトリプルスリーの哲人選手なので盗塁します。よしよし、グレートレタシー、楽々セーフ。そろそろ大瀬良選手のスライダー捉えたい。いや、これボールか。よし、ようやくスライダー打てた。変化量覚えたので、さすがにもうスライダーは大丈夫そうかな。よし、押野選手もナイス。この試合も勝てそうだし、テスト選手まで回らないので次の試合行きます。3試合目、特能フルで出ました。ここでパワーヒーの真髄どっかで見せたい。あー、フォアボール。はい、テスト選手2打席目回ってきたので、ここ集中して打ちます。能力も出ているのでホームラン打ちたいと思います。外野前進だったからなんとかヒットって感じなのかな。この試合強制して次の試合行きたいです。よし、よしよし、4試合目、そろそろテスト選手の強さ見せたい。まずは周平選手で流れ作ります。ちょっと早い。おお、これが周平選手の強さです。ナイスホームラン。いい流れなので哲人選手お願いします。うわー、全然抱き上がらなかった。先行なのでなんとか哲人選手を2打席目まで回していきます。
さくらさん、ナイスホームラン。やっぱライドもいいですね。ヨシテス選手、回ってきました。日本のエース、山本由伸選手ですが、強さ見せていきたい。おお、ファルレスが戦う顔してます。おお、これが入る。今のシーンもう一度。おお、これが入る。はい、ということで今日は山本哲人選手でバー飛強化の編集をやってみました。最後のホームランはなんかバー飛強化された感じしませんでしたか。冒頭でパーヒ検証第1弾というふうに言ったんですけれども、第2弾はあの選手使ってみたいと思います。皆さん誰か予想してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。